宇宙。それは幾多の危険と冒険、戦いが渦巻くパンドラの箱。その箱の底には小さな希望の光が輝いている。我々が求めてやまない新たな可能性が、人々はその光に導かれるように立ち上がり、暗黒の宇宙へその身を投げ打った。我々には見つけられるだろうか。神が作り出したもう一つの地球を、惑星探索宇宙船艦長ドラキエノフス、西暦4736年、地球を主星系とする地球連邦と、これに敵対するディック惑星連合の間で戦乱の火蓋が切って落とされた。後に第二次銀河戦争、200年戦争と呼ばれる戦乱の始まりである。しかしこの戦いの影の主役は衛星中立のホライズン共同体と、これに属する傭兵ギルドであった。傭兵ギルドは過去のありとあらゆる紛争に関わり、この第二次銀河戦争でも何度か訪れた決定的局面をひっくり返し、永遠と思えるほどの時間戦いを続けさせることで莫大な利益を得ていたのである。しかし200年という時は、貪欲な彼らにさえ休戦という安らぎを得ようと思わせる力を与えるようだ。西暦4924年、第二次銀河戦争は休戦を迎え、人々はしばしの休息にようやく安堵の吐息を漏らした。それから38年の時が流れ、第二次銀河戦争が人々の記憶から消えかけたその時、ディック惑星連合領辺境の X02 惑星、突如地球連邦軍の艦隊が襲来した。短かった平穏は黒い鋼から滑り落ちる揚陸艇の喧騒によって打ち破られたのである。全てはそこに向かって歩み始めた。もはや後戻りはできない。才は投げられた。作戦名ピックポケットは順調にことが運んでいた。この作戦はディック惑星連合領にある X02 惑星へ強襲を仕掛け、
地球連邦の支配下に置くことを目的として発動する。しかし真の目的はディック惑星連合が占拠した遺跡の確保であった。この任務の全容を知るのは派遣された地球連邦の上層部、そして彼らの動向を逐一監視している傭兵ギルドの最高幹部に限られていた。基地に追いやられた傭兵や軍人たちが本当の目的を知らされることはなかった。Thank you.